はい、今日はですね、必然的に成長する会社の仕組み作りという話をしたいと思います。で、今日の話は先日ですね、仕組み経営サミットというですね、イベントを行ったんですけれども、そのイベントではですね、仕組み経営を導入していただいているお客様のさまざまな事例をご紹介するという、そういうイベントだったんですけれども、その冒頭で私がですね、20分程度、実際には25分ぐらいに伸びてしまったんですけれども、冒頭にお話ししたテーマをですね、改めてこの動画としてご紹介したいなと思っております。と言いますのは、お客様の事例などに関してはそのイベントに来ていただいた方にのみ公開するということでやっているわけなんですけれども、私の話はですね、どちらかというと概念的なお話なので、これは別に一般公開してもね、何も問題がないので、改めて動画という形で、YouTube とかですね、メルマガの読者の方に見てもらうようにしようかなということで今、撮影をしております。で、今日はですね、物の見方の話をしようかなと思っております。物の見方を変えることで会社というのは劇的に変わってきますよというね、そういう話を、させていただこうかなと思っています。で、本当の発見の旅とは新しい景色を探すことではない、新しい目で見ることなのだというですね、これはアメリカの作家の人がですね、残した言葉で、私も結構好きでですね、頻繁に引用している言葉なんですけども、まさにですね、これは会社の経営に当てはまるなと思ってましてですね、おそらく多くの経営者の方はさまざまなですね、新しいノウハウとか新しい知識とか、新しいこう仕組みとかをね、そういうものを探していろんな研修会に参加したりとかセミナーに参加したりとか、本読んだりね、されていることが多いと思うんですけれども、それよりもですね、まず今ある自分の会社ですとか、今あるその商品サービス、または今いらっしゃる社員の方、それを新しい目で見る、要するに違った視点で見るということ、こちらの方が実は多くの発見がありますよということなんですよね。で、なので、今回の仕組み系サミットでも私の一番最初の話ではですね、その会社経営に対するものの見方、これを私たちは起業家の視点というふうに呼んでるんですけども、その起業家の視点に今変えていきましょうというですね、話をさせていただいたわけです。で、その話の中でですね、5つの起業家の視点についてご紹介したので、それをですね、見ていきたいと思います。1つ目が起業家の視点1、会社は正しく作られればそれ自体が生命体のように動き出すということですね。これは私がですね、私の師匠のマイケル・ガーバーさんという人がいるんですけれども、その人から教わった考え方の中でも、かなり核となっている考え方の一つになっております。その会社組織というものを、これどのように見るかという話なんですけれども、その2つの見方があるんですね、会社組織というものに対して。で、1つは会社組織を機械としてみなす考え方っていうのがあります。これはどちらかというと西洋的な考え方でですね、日本人の方の中にもこのように考えている社長は結構多いかなと思うんですけども、これ何かと言いますと、会社組織というのは、機能を実現するために存在すると。この機能というのは利益を生み出してそれを株主とかに分配するというですね、そのために会社組織というのはあるんだというふうに考えている、そういう考え方がこの会社組織というのは機械であるという、そういう見方ですね。もともと株式会社というのは、この機能を果たすために作られているわけですね。確かその大航海時代だったと思うんですけども、その船を、出すのにお金がかかるので、そこに投資をして、くれる、貴族みたいな人たちがいて、でその投資を受けて、要するにその冒険家がですね、世界中を回るっていう、その何て言うかな、利益を配分するために作られたというふうにも言われております。その考え方で考えるとですね、会社組織っていうのは利益を分配するために存在するという考え方ですね。で、会社組織を機械と考えているとですね、一部の人や仕組みを変えればうまくいくというふうにですね、考えることになります。なので、多くの社長はですね、どっかでうまくいってる仕組みがないかな、それをうまくうちの会社にも入れればうまくいくんじゃないかと
いうふうに考えたりとかですね、まあ、どっか有名な会社で働いていた人をうちの会社に入れればですねうまくいくだろうというふうに思っているわけですね。まあ、これ要素還元主義というものになります。まあ、会社組織が機械なので、じゃあそのここのパーツをねより良いものに変えればもっとうまく機能するだろうとかですね、このパーツが壊れたからじゃあこれを取っ換えようという感じで一部分を変えさえすれば良くなるというふうに考えているということになります。まあ、ただですねこのように会社は機械だと考えているといつまでも人の手によるメンテナンスが必要になってくるということですね。まあ、これ会社の場合には、まあ、経営リーダーですね、経営リーダーによる、まあ、メンテナンスが常に必要になってくるということで、まあ、機械を導入するとですね、まあ、常にどっかしらこう壊れるわけですね。なのでそこの壊れた部分を発見して、まあ、それを修理するなり部品を変えるなりするっていうですね、まあ、そういう維持のための作業が常に発生するということになります。まあ、これが会社組織を機械として考えた時の、まあ、経営のやり方になります。どっかうまくいかないところがあればじゃあそこにどっか有名なところで働いている人を入れたりとかどっかの会社でねうまく機能している仕組みをうちにパクってくればうまくいくだろうというふうに考えるのが会社組織を機械として見なしている経営者の考え方ですね。で、まあ、私たちが考えているのはですね、まあ、これじゃなくてですね、まあ、視点を変えましょうということで会社組織は生き物であるというふうに、まあ、視点を変えていきましょうという提案を、まあ、させていただいているわけです。で会社組織を生き物として考えますとですね、この目的が全然変わってきてですね、これはその組織を存続、成長させていくというですね、まあ、それが目的になってくると。で考え方としては、まあ、ホリスティックですね、全体性というものを大切にするという、まあ、経営のスタイルになってくるということです。でこれは何かと言いますと、まあ、一部がね、全体に影響するという、まあ、考え方ですね。なのでこの要素還元主義みたいにどっかの仕組みを1個変えればうまくいくだろうっていうことじゃなくてですね、まあ、私たちの体を考えていただければ分かると思うんですけれども、例えば、内臓のねそのどっかが悪くなりますよね。例えば、まあ、胃が悪くなりましたと。じゃあその胃をね、元気な人の胃と交換したら、まあ、今まで通りうまく機能するよねっていうのが、まあ、要素還元主義なんですけれども、まあ、実際のところですね、まあ、人のこう胃をね自分の体内に入れると、まあ、そのままではやっぱりこういろんな拒否反応が出るわけですね。やっぱりその何て言うかな、自分の体全体とその他の人から持ってきた、まあ、臓器のね、まあ、一貫性といいますか、まあ、そこに合わないものが出てくるわけですね。そうすると何か胃は機能してるけれども体の他の部分が悪くなったりするっていうことが起こるわけです。で会社もこれと同じで、例えばその営業のやり方がうまくいかないのでどこかの営業コンサルティング会社に頼んでですね、その会社が持っている営業のやり方を自社に導入するというふうに考えるとですね、まあ、一見うまくいきそうになるんだけれども、一見うまくいくだろうと思うんだけれども、まあ、実際のところですね、その営業の仕組みが自社の文化と合わずにうまく機能しなかったりとか、まあ、他の部門と圧力が生じたりとかですね、まあ、いろんな反発が出てくると、まあ、これ体でいうところの拒否反応ということになってきますという感じでですね、まあ、その一部がまずいからその部分を変えたからといって全体がうまくいくわけじゃないというのがこのホリスティックな考え方になっていきます。でこれ全然ですね考え方が違うので、会社組織を機械と見なすか生き物と見なすかによって全然経営のやり方が変わってくるということなんですよね。で私たちがなぜこの生き物として考えた方がいいですよというふうに提案しているのかというと、この生き物と考えるとですね、組織自体に恒常性、まあ、生態恒常性ですね、ホメオスタシスという、まあ、皆さん聞いたことあると思うんですけれども、これが発生するからなんですね。で機械と考えた場合には常にメンテナンスが必要、まあ、つまり経営リーダーが常に忙しくしてですね、あれやこれやの問題に対処しないといけないというのが、まあ、機械と見なした時の考え方ですね。一方で、生き物として考えると会社は生命体なので、何かあってもね、自然のその治癒能力といいますか、体全体を健康に保とうという機能がそもそも備わっているというふうに考えるんですね。そうすると経営リーダーがあれこれこう口出ししたりとか手を下したりしなくても、まあ、本来の姿が保たれていくという、まあ、そういう考え方になるんですね。
で、まあ、私たちが目指している組織の在り方というのは、まあ、そういった姿に近いので、まあ、この会社組織というのをまず生き物として考えましょうと。まあ、本来会社というのは生き物のようにそれ単体でオーナーの介在なしでうまくいくようになってるんですよという、まずこの何て言うかな、考え方、視点、これをまず持ちましょうということなんですよね。で、これが一つ目の視点になります。では次にですね、まあ、会社組織が生命体だと考えますと、その本質は何かというと、まあ、生成発展ということですね。何かを生み出したりとか、まあ、発展していくということがそもそも生命体の本質になるわけですね。まあ、我々みたいなその意識があったりとか、まあ、こう考えがあるね、まあ、いわゆる高等生物ももちろんそうですし、まあ、そういうものがない小さなごく微生物ですね、まあ、それも基本的にはその種を存続させようと思って、まあ、日々活動してるわけですね。意識があるかどうか別にしてですね。なので生命体の本質っていうのは、まあ、生成発展であるというふうに、まあ、言えるわけですね。まあ、つまり、まあ、ここまでの話をちょっとまとめますとですね、まず会社組織を生命体だと考えましょうと。で、そうすると生命体の本質っていうのは生成発展ですねということで、そもそも会社というのは、まあ、自然な姿ではこう発展するようになってるんだというふうなものの見方ですね、視点になりましょうというのがここまでの、まあ、お話になってきます。じゃあその上でですね、じゃあどうすれば生成発展するんだという話になってくるんですけれども、それが3つ目でですね、周りを生成発展させた分だけ自らも発展するというのがもう自然の原則になっております。まあ、分かりやすいのは、まあ、肉食の動物ですね。自然の、まあ、肉食の動物は例えばその草食の動物を食べるわけなんですけれども、草食の動物を全部飼ってしまったら自分たちの餌がないので自分たちも、まあ、衰退していくっていうことになりますね。なので彼らは草食動物は必要な分だけ取ってなるべく繁栄させるということになるわけですね。で、草食動物がどんどん繁栄させていけば、繁栄すればすればほど自分たちにとっての餌も増えるので自らも発展していくということになってくるわけです。まあ、なので周りを発展させた分だけ自らも発展していくというのはもう自然の大法則なわけですね。ではこれを会社に置き換えて考えてみますとどういう話になるかというと、こういうことですね。まあ、会社というものがありまして、じゃこの周りですね、周りは何かというと、まあ、例えば経営者がいたりとか社員がいたりとか顧客がいたりとか貸主、これはあのお金を貸してくれる株主とか銀行ですけども、まあ、貸主がいて、あと仕入れ先がいたりするという感じで、まあ、周りの人たちが存在すると。でこの会社をじゃあ生成発展させていくためには、その周りにいるこの人たちですね、この人たちを発展させた分だけ会社もそれに引き上げられるかのように、まあ、生成発展していくというような理屈になってくるわけです。で、まあ、ここでですね、まあ、大切なことがですね、まあ、ここに書いてありますけれども、まあ、人々が求めるものではなく人々のためになるものを提供するということが、まあ、大切になってくるということですね。まあ、よくあのお客様が求めるものを提供するっていうのはね、まあ、商売としては基本的なことになると思うんですけれども、まあ、実はそれだけでは足りないと言いますか、それがいいわけではないという話なんですよね。で、人々が求めるものと、まあ、人々のためになるものっていうのは、まあ、ちょっとね大きな違いがあるんですよね。まあ、例えばちょっと分かりやすい例を言いますとですね、あの子供がいらっしゃるあの方は分かると思うんですけれども、まあ、スーパーに行くとですね、まあ、子供用の、まあ、お菓子がいっぱい売ってるわけですね。で、まあ、そのお菓子を見ると子供は、まあ、これが欲しい、あれが欲しいっていうふうにですね、まあ、いろいろと言い出すわけですね。まあ、つまりそのスーパーで売ってるようなお菓子っていうのは、まあ、その顧客である子供が、まあ、欲しがるものですね、求めるものであるということになるわけです。で、そして、まあ、実際にお金を出すですね、まあ、親としてもそのお菓子を買ってあげれば、まあ、しばらく子供はねその黙ってくれるわけですから、親としてもまあありがたいという話になるわけですね。まあ、というわけで子供にとってもお菓子というのは求めるものであるし、まあ、親としてもまあ求めるものということになってくるわけです。ただですね、まあ、それが人々のためになっているかというと必ずしもそうじゃないですね。これもちろんメーカーによりますけれども、まあ、大半のスーパーで売ってるようなお菓子というのは、まあ、添加物もりもりなわけですね。で、それを食べ続けていいことにはならないわけなんで、それはその要するに
顧客である子どもを生成発展させることにはならないんですね、はっきり言うと。というわけで、この人々が求めるものと人々のためになるものっていうのは、まあ、実は似ているようで違いますねということなんですね。で、人々、周りの人たちを生成発展させるものっていうのは、つまりこのためになるものということですね。まあ、彼らの人生を発展させるものであるということが、まあ、条件になってくるわけです。まあ、例えばですね、その、まあ、添加物がいっぱい入った食べ物を売っていればですね、お客さんは健康を害してしまって、まあ、長期的な視点で見ると、その自分たちのお客さんを要するに衰えさせるものになるわけですね。そうすると自分たちの商品を買ってくれるような経済力もなくなってしまうし、そういう健康状態でもなくなってしまうということになるわけですね。なので、まあ、まさに自分で自分の首を絞めている状態に、まあ、なりかねないということになってくるわけですね。なので、まあ、我々としてはこの会社はその人々の周りの人々のためになるものですね。まさにこれはまあ会社にとっての意義ということになりますけれども、まあ、それが何なのかということをね、まず考える必要があるということになってきます。で、一つ例をね、ご紹介したいんですけれども、これは松濤館空手リーダーシップスクールというですね、まあ、空手の道場があります。で、この道場の、まあ、師範がですね、このマーティン・キャラハンっていう人なんですね。で、この人はね、ま、マイケル・ガーバーさんの弟子なんですよね。で、ガーバーさんからその、まあ、要するにビジネスを教わってこの空手道場を経営しているということなんですけれども、で、まあ、空手道場なのにこのリーダーシップスクールって書いてあるんですね。まあ、これ一体何なのかという話になってくるんですけれども、まあ、ここに彼の、まあ、なんていうかな、これをやってる意義が現れてるんですね。で、彼らのホームページにですね、まあ、その会社紹介が書いてあるんですけれども、そこの一番冒頭のところに、空手を通じて世の中の問題を解決するリーダーを育てていますというふうに書いてあります。で、通常ですね、まあ、空手道場というのは例えば、まあ、その空手のね、型を習ったりとか、その黒帯を取ったりとか、まあ、場合によってはその喧嘩に強くなるっていうね、まあ、そういうことを求めてみんなやってくるわけですね。で、つまりその、人々が求めるもの、空手道場にやってくる人たちが求めるのはそういう、まあ、型だったりとか黒帯だったりとか、そのなんか強くなるっていうねことなんですけれども、まあ、それじゃないというふうに彼はね気づいたわけですね。じゃないかというと、まあ、彼のそのやっているエリアでは子どもの犯罪率が非常に高いんですよね。まあ、日本はその子どもの自殺率が高いというふうに言われてますけれども、アメリカだと特に、まあ、自殺率じゃなくて犯罪率が高いんですよね。まあ、特に彼が道場を開いているエリアでは犯罪率が高いと。で、これはまあ問題であるというふうに、まあ、彼も常々感じていたわけですね。で、そんな時にガーバーさんのまあ教えを受けてですね、その問題、彼がまあ日頃感じているような問題をこの今の仕事、まあ、空手を通じて解決できるんじゃないかというふうに気がついたんですね。で、それが、じゃあその道場に通ってくる人たちのためになることっていうのは一体何なのかということで、まあ考えてですね、その空手を通じて世の中の問題を解決するリーダーですね、まあ、つまりなぜ子どもが犯罪を犯すかというと、自分の人生に対してリーダーシップを持っていない、主体性を持っていない、まあ、これが原因であるというふうに、まあ、彼は考えたわけですね。まあ、そこで空手を通じて自分の人生を主体性を持って生きる、まあ、つまり自分自身のリーダーになるということをね、まずやんないといけないというふうに、まあ、考えたんですね。なので、その空手というものを通じて、その、まあ、精神をね、育てていきますというふうに、ね、彼はね、まあ、提唱して、道場を運営しているわけですね。そうすると、他の空手道場とは、まあ、完全に一線を画すというか、まあ、完全に差別化された道場になるわけですね。まあ、他の道場は、まあ、型が習えますよとかね、その黒帯が取れますよとかね、まあ、そういうことを歌ってるわけなんですけども、まあ、彼の道場はそうじゃないと、その生き方をね、主体的にする、まあ、リーダーになるということをね、目指してやりますよということをね歌って、まあ、完全に差別化された道場を経営していると、いうことですね。で、これがまあ人々が求めるものじゃなくて人々のためになるものですね。これを提供するということになります。で、この人々が求めるものっていうのは基本的には差別化できないんですよね。例えばお客さんのとこ行ってですね、何が欲しいですかというふうに言うとですね、まあ、例えばこれこれこういうぐらいのスペックでこれぐらいの機能で、まあ、こういう商品が欲しいというわけですね。で、
まあ、問題はですね、その同じことをお客さんは他のそのサービス提供者にも言うわけですね。そうするとあとはもう価格の勝負にしかならないわけですね。なので求めるものを提供しようとしても差別化が全くできないと、まあ、価格勝負だけっていう話になっていくわけです。でも一方でこの人々のためになるものっていうのはここで差別化ができるんですね。なぜかというと、何がその人たち、例えば何がお客様のためになるのか、何が社員のためになるのかっていうのは、その人自身の生き方の哲学とか、まあ、価値観とか信念、それによって変わっていくわけなんですね。なので、何がためになるのかっていうのは完全にその会社オリジナルというか、その人オリジナルの話になってくるんですね。例えばこのマーティン・キャラハンさんの話で言いますと、この、まあ、このエリアでは子どもの、あの犯罪率が高くて、まあ、それを自分の事業を通じて解決できるんだというふうにね、まあ、考えたのはおそらく彼だけだったと思うんですね。他の会社にはそれはまあ思いもつかない話なわけですね。まあ、これは彼の人生経験とか、まあ、日頃考えている哲学、思想、まあ、そういったものが、まあ、現れてビジネスに生かされているということになっていくわけです。となると、その何が人々のためになるかっていうのは、まあ、その人オリジナルのものになってですね、まあ、完全に差別化されたもの、独自のものになってくるということになっていきます。で、そうすると、価格競争に陥らずに、商売ができるようになりますね、ということになってくるわけです。なので、まあ、ちょっと後で仕組み化の話も出てくるんですけれども、まずその仕組み化するにあたって会社を、まずその大義といいますか、何が、人々のためになるのかということね、まあ、これまず決めないといけないんですね。で、これを提供するためにじゃあこういう仕組みを作りましょうというような話になってくるわけです。なので、まずそもそものこの目的がないと、どういう仕組みが必要かっていうのがわからないということになってくるんですね。まあ、というわけで、ぜひ皆さんもね、この主要な関係者のためになることは一体何なのかということをぜひ決めて考えていただくというのかなと思います。まあ、社員とかね、顧客とか貸主、支援先とか社長とかね、まあ、これをぜひ考えていただくといいと思います。で、その上でですね、まあ、この目的ですよね、会社運営をしていく目的を決めた上で、じゃ次の視点になってきますと、それがまあ仕組みということですね。その目的を達成するために仕組み化された会社にしていきましょうということになります。で、仕組みはこれもイコール細胞分裂だと思っていただいてね、いいと思います。あの最初のところで、会社組織というのは生命体というふうに言いましたけれども、生命体が成長していくのって要は細胞分裂して自分のコピーを作ってね、こう成長していくわけですね。で、会社組織もこれと同じで、会社の中でうまくいってることとかうまく機能していること、まあ、これを複製していくことで、まあ、会社が成長していくという、まあ、お話になっていくわけですね。で、ここでいつもご紹介している例を紹介するんですけれども、まあ、O2E ブランドっていう、ね、会社があります。この、まあ、トラックに肘掛けしている、この、まあ、若者がいますけれども、この人は創業者ですね。で、この中古のトラックをね、7万円で学生時代の時に買ってですね、まあ、これを使って街中を走って、ゴミ収集のね、仕事を始めたんですよね。まあ、まさにその、なんていうかな、小資本で始めたビジネスなんですけど、それが今どうなっているかというと、年商で850億円以上になっていますということですね。まあ、これいつもね、ご紹介するたびに、この年商のね、額が変わってる、まあ多くなってるんですね。昔はあの、私が一番最初にした時は、年商100億円だったんですよ。で、ゴミ収集で年商100億いってるだけでも、まあとんでもないビジネスになっているっていう話なんですけども、それがだんだんですね、もう成長していって、今や850億円以上になっているということなんですね。で、この会社の成長の仕方というのが、まさに細胞分裂仕組みなんですね。で、まあ、この、まあ、人は、まあ、ガーバさんの、そう、お弟子さんというか、まあ、教え子なんですけど、まあ、どういうふうに成長したかというと、まず彼がトラックを買ってですね、ここで街中を走ってゴミ収集してですね、まあ、それでお金をもらっていたと。で、まあ、その時にですね、彼は仕組み化の発想に出会うわけですね。まあ、このままやってても未来がないと、自分が、その、トラックでね、走り回ってても。じゃあそこで仕組み化していこうということで、自分がやってる仕事を仕組み化して複製可能にしていったわけですね。で、こうやって増やしていってトラックを。で、さらにこれをまあフランチャイズ展開しようということで、こんな感じでトラックをどんどん増やしていって、成功してきました。まあ、この時点でだいたい年商で100億円ぐらいだったそうです。まあ、それでもこの会社は結構ね、有名になって北米最大のゴミ収集会社になったんですね。
だから創業者のブライアンさん、さっきのブライアンさんって言うんですけど、この人も結構有名な起業家として取り上げられてきました。で、彼がすごかったのは、まあ、ここからなんですね。まあ、ここまでは、まあ、ある程度このフランチャイズの仕組み知ってれば、まあ、なんとなく想像がつくお話ですね。で、彼がやったのは次にですね、この仕組みありますよね。この細胞。これを全体を一つの細胞として見なすということですね。つまり、この街中を走ってゴミ収集すると。で、それをフランチャイズ化するというですね。まあ、このモデルありますね。これを一つの細胞と見なして、じゃあこれを複製していこうということで、こんな感じで違うビジネスを始めていったんですね。つまり、まあ、同じくですね、トラックを使って、例えば、引っ越しの仕事とかね、リフォームの仕事とかいう感じで、どんどん横転化してと。これまでに作った仕組みを使って。まあ、それでどんどん倍々に成長していって、今や、850億円になっているということですね。で、まさにこれが細胞分裂で成功していくというお話ですね。まあ、というわけで、こう、仕組みで成功していく、成長していくためには、この問いが結構大事でですね、まあ、どこを複製可能にすればより多くの価値を提供できるかということで、まあ、皆さんがされているさまざまな業務とかさまざまな仕事があると思うんですけれども、まあ、その中にはまあ何かしらこううまくいっていることがあると思うんですね、まあ、うまくいっていることがなければおそらく皆さんの会社も潰れているはずなんで、何かしらこ うまくいっているところがあるはずなわけです。じゃあそのどの部分を細胞分裂させればもっと多くのお客様に価値が提供できて、価値が成長していくのかということですね。まあ、この問いが、まあ、非常に大切になってくるということになってきます。で、まあ、これでですね、まあ、ちょっとこれまでのお話をまとめますと、まず会社が生命体として考えてですね、じゃあその目的ですよね、事業の意義。で、それを打ち立てて、じゃあそれを実現させていくために仕組みという発想を取り入れていくということですね。で、ここまでで、その会社が、まあ、稼ぐ仕組みっていうのができていくわけですね。となると次の問題としてはその稼ぎを続けていくというですね、ことになっていきます。で、そこで、まあ大切になってくるのがこの5つ目の視点ですね。仕事はその人の人格、まあ、過去内面を映し出す鏡ということですね。まあ、トップに上り詰めるためには能力が必要だが、トップで位置づけるためには、人格が必要だというね、まあ、そういう格言があります。これ誰が言ったかちょっと忘れちゃいましたけども、確かバスケットボールのね有名なコーチだったと思うんですけれども、まあその人が言ってますね。で、会社もこれと同じで、一回その稼ぐ仕組みができたら、それ続けていくっていうことが大切になってるんですね。で、そのじゃあ続けていくためには、まあ人間で言ったら人格という話になってくるんですけれども、まあ、これ会社で言うとですね、会社の文化ということになってきます。まあ、人におけるその人格っていうのは会社に置き換えると会社の文化ということになってきますね。で、その人格、文化を磨いていかないといけないという話になってきます。で、会社の文化というのはどういうふうにできていくかというとですね、その経営陣の、まあ、人格が反映されたものになってくるということですね。で、稼ぎ続けるためには会社の文化が大事なんですけれども、じゃあその文化どこから出てくるかというと、それを作った経営リーダーの人格から生まれてくるということになってきます。となると経営リーダーが人格を磨き続けないと会社の文化は良くなっていかないという、まあそういう理屈になってくるわけですね。で、これいつもお伝えしている話で、会社は子供のようなものですというお話があります。まあ、今回その会社は生命体だというふうに言ったんですけども、まあ、より分かりやすく言うとですね、会社は子供みたいなものだというふうに考えていただくと分かりやすいわけですね。で、子供というのは、親とは物理的には離れていますけれども、まあ、やはりこうどこかで親に似てくるわけですね、子供は。まあ、その遺伝子の問題だったりとか、まあ、その後天的な教育のせいもあるんですけれども、まあ、とにかく親に似てくるということですね。で、子供を立派に育てようと思ったら、親が立派にならないといけないというのが、まあ、大原則なわけですね。まあ、なのでその会社がその経営リーダーの子供だというふうに考えると、会社を立派にするには経営リーダーが立派にならないといけないという感じになってくるということですね。で、まあ、ここでもう一つ考えておきたいのが、その会社の文化を考えるときにですね、その、まあ、そもそも私たちの場合にはこの日本という国で、まあ、事業を営んでいるわけですね。
で、おそらく皆さんの会社で働いていらっしゃる社員の方々も多くは、まあ、日本人だということになりますので、皆さんの会社の文化というのは日本という国の文化のサブカルチャーということになります。サブカルチャーですね。日本という国の文化の中にある皆さんの会社の文化ということになりますので、これ必然的に日本の文化にある程度沿うものでなければ長続きしないということになってきますね。どっかで無理が生じる文化になってくるわけです。というわけで、まあ、その会社の文化を考えていくときに日本の文化がどういうものかっていうのを、まあ、理解しておくことが大切かなということになってくるんですね。で、日本の文化の特徴はもう結論から言うとこれですね。永続しているということが非常に大きな特徴になってきます。まあ、そもそも日本っていうのは世界最古の国家ですね。まあ、これいろんな説ありますけども、最低でも2000年は続いていると。まあ、一応一番長い歴史で言うと、2683年ですね。神武天皇が即位されてから2683年ですね。2023年で。なんでこの世界でぶっちぎりで長いですね。確か次に長いのは、1000年弱だったかな。次の国どっか忘れましたけども、私は1000年弱なんですよ。なので少なくとも向こう1000年ぐらいまでは、例えば今日ですね、日本が滅んだとしても、向こう1000年は日本を超える長寿国家って生まれないわけですね。なので非常にこう永続性が高い国になるっていうのが、まあ大きな特徴になってきます。だと皆さんこれご存知だと思うんですけども、長寿企業が多いというのは、まあ大きな特徴ですね。まあつまり日本という国は、国自体がそもそもめちゃくちゃ長い歴史を持ってる国であるし、その中にある会社もめちゃくちゃ長く続くっていうね、まあ、そういう特徴を持ってるわけです。で、なぜそういう特徴が生まれたかっていうのをね、まあ、理解しておくことが大切ですよね。やっぱり私たちも会社を、まあ、永続させていきたいという思いはあると思いますんで、皆さんもとなると、じゃあこの日本という国のこの永続してる理由っていうのは、まあ、知りたいということになってくるはずですね。で、これどこから生まれてくるかというと、まあ、これいろんな説ありますけれども、まあ、間違いないのはこれですね、八紘一宇というか、まあ、日本の建国の精神ですね。ここから日本の文化というのが生まれているというふうに言えると思います。まあ、八紘一宇、まあ、別名で言うと八紘一宇とも言いますけれども、まあ、つまりこう四方八方ですね、日本全国四方八方一つ屋根の下という、まあ、そういう考え方ですね。まあ、つまりこう日本国民皆さん家族ですよというのが日本の建国の精神になってきます。まあ、家族としてやっていきましょうねということですね。で、基本的にはまあ家長はまあ天皇一族ということになりますので、それ以外の人たちはみんなまあ兄弟姉妹ということになってくるわけですね。じゃあこの八紘一宇の考え方のまあ特徴といいますか、どういうことかというとですね、まあ、これいろんな特徴あると思うんですけれども、一つはカリスマとかですね、法律とか経典で治めるのではなく、まあ、自然と治まるということですね。で、まあこれいつも仕組み経理をお伝えしてますけれども、カリスマの社長というのは1代でしか続かないわけですね。なのでそれに依存するのは非常に危険であるということですし、まあ、法律もですね、まあ、法律を厳しくしていって繁栄し続けた国っていうのは歴史上存在しないんですね。あと経典っていうのも、まあ、日本には経典がもともとなかったんですね。まあ、仏教が入ってきたのは確か600年ぐらいですかね。西暦600年か800年、あ、700年ぐらいですね。まあ、聖徳太子が、まあ、広めていったのがきっかけで広まってたんですけど、まあ、その前は神道ですね。で、神道と他のキリスト教とか、まあ、仏教とか、まあ、儒教とかね、まあ、そういった、ヨーロッパとか中国とかの、まあ、考え方と信徒が違うのは、まあ、経典がないということですね。まあ、キリスト教も分厚い聖書がありますし、まあ、仏教もね、さまざまな宗派のさまざまな教えがもう文書化されていますし、まあ、儒教に関しても、まあ、師匠五教と言われるやつをはじめとして、まあ、さまざまな文書があると。まあ、そうやってこう文字で、いろんなこう、まあ、しきたりだとかルールだとか、まあ、教えを説いてきたのが他の宗教なんですけれども。まあ、日本の信徒はそれがないんですね。にもかかわらず世界最古の、まあ、国として、まあ、収まっているということですね。まあ、せいぜい神道で言われているのは清く正しく美しくみたいな損害の、まあ、非常に短い言葉ですよね。まあ、これは日本には言葉というか、その文字が、ね、なかったっていう
まあことも理由としてあるんですけど、経典がないのは。まあ逆に言うと、文字がなくてもちゃんと収まってきたのがまあ日本という国ですね。まあそれはどこから来ているかというと、このまあ建国の精神から来ているということですね。なのでこの収めるというよりも収まるというような感じで成り立ってきたのが日本ということになってくるかと思います。でもう一個としては、まあ、話し合いで決めるということですね。まあ、これは古事記を読んでいただければ分かると思うんですけども、アマテラス大神がね、その洞窟の中にこもってしまって、他の神々がね、どうしようかどうしようかっていう、こう話し合うシーンがありますけども、まあ、そんな感じでですね、まあ、トップがいなくてもみんなで話し合いで決めましょうという文化がまあ常々あるということですね。まあ、これはあの会社組織に置き換えると、まあ、いいことも悪いこともあって、たりするんですけれども、でもみんなの同意を取ってやっていこうねということは、まあ、非常に大切であるというのは皆さん同意をねしてくれるかなと思いますね。なので話し合いで決めるというのがこの2つ目の大きな特徴ですね。あと善悪が曖昧であるということで、まあ、これ要はね人情が大事にされるということですね。人情というかこう、なんていうかな、人の、まあ、心情ですよね。まあ、それが大事にされるということですね。まあこれ例えばその、源氏物語とかね、あの見ていただくとわかると思うんですけれども、私もまあ全部読んだわけじゃないですけれども、あれって基本的にはね、あの不倫の物語ですよね。その貴族階級の人たちの不倫の物語ですね。で、普通はああいう物語が、なんかこう、有名な、あの、なんていうかな、あの、書物として、こう語り継がれるってことは他の国ではまあないわけじゃないですか。あんなこう、なんていうかな、まあ、一見すると他の国だと悪とされるようなことが立て祀られるようなことないわけですね。でも日本の場合はやっぱりその辺は、まあ、人情そういうこともあるよねっていう感じで、まあ、あの物語が素晴らしいということで未だにこう残っているというですね、まあ、非常に大きな特徴かなと思うんですね。なのでまあ善悪というのは、まあ、確かにあるにはあるんだけども、まあ、でもそこにきっちり線を引くっていうよりもやっぱり人情を大事にしてやっていくっていうね、まあ、そういう、まあ、文化的な考え方が強いのかなということですね。まあ、というわけで、まあ、今何の話をしているかと言いますと、まあ、そもそも皆さんの会社の文化を考えるときに、皆さんの会社の文化は日本という国の文化のサブカルチャーなので、じゃあ日本という国の文化は一体何なのかということを知っておくのが悪くないですよねということで今このお話をしているわけですね。で、まあ、じゃあその上でですね、こういったまあ家族的な考え方、のもとに皆さんの会社の文化を作っていくっていうことがまあ大切になってくるわけですね。ちなみにですね、まあ、このことを今参考にしてというか、これをベースにしてですね、うちの会社もじゃあ家族主義でやっていこうっていうね、考える社長結構多いと思うんですけど、で実際あの会社のまあ特徴としてうちは家族主義ですよというね、社員は家族だというふうに言ってる社長多いと思うんですけど、それを言うかどうか結構ね微妙なところがあるかなと思ってます。まあ、家族主義でやっていくっていうその社長の思いはいいと思うんですけど、その実際に社員の前とか、対外的に公言するっていうのは、まあ、そこはちょっと考える必要があるかなと思ってましてですね。なぜかというと、まあ、一見すると社長はね、家族主義だというふうに言うのはいいんですけど、家族だと思ってるのは社長だけっていうね、ケースが結構多いんですよね。なので社員はそんなこと考えてなくてですね、いやいや、自分には自分の家族がちゃんといるし、会社はちゃんと、給料さえ払ってくればね、家族でも何でもないですよというふうに、ね、考えている社員が多かったりするんで、まあ、そういうふうに社長が家族主義だからどうのこうのっていうふうに社員をねこう縛りつけるというか、社員を説得しようとするのはなかなかねちょっと、まあ、考えた方がいいかなっていう感じはね、個人的には知ってます。まあ、ただ社長の、まあ、なんていうかな、考え方としてこういう日本の文化を理解しておくのは非常に大切かなというふうに、思っています。じゃあその上で、じゃあ皆さんの会社の文化を作っていきましょうという話になるんですけれども、まあこれ冒頭に言った通り、さっきも言った通りですね、会社の文化は社長の人格がベースになって作られていくわけなんですけれども、その親がですね、子供に対するのと同じように、経営者が会社に対して、まあいろんな影響を与えるわけですね。で、その影響の中には、いいものもあれば悪い影響もあるということなんですね。なので会社の文化をいいものにしていこうと思ったら、まあ、会社に対してそのまず経営者自身が与えている悪い影響を省く必要があります。でその上で、経営者が
営者が会社に対して良い影響を与えるというですね、ことが大切になってくるかなと思います。でまず悪い影響を省く方が大事ですね。まずその何かをやろうとする前になぜかまずいことを1個取り除いた方が効率がいいというのが、まあ、この仕組み化の考え方の原則なんですけど、でまず社長自身が会社に与えている悪影響というのが実はあります。これどんな社長でもあると思います。普段はね、それ意識することはないんですよ。ただどんな社長であってもやっぱり完璧な人間っていないので、その社長の個人的な悪い部分っていうのが絶対に会社に反映されてしまってるんですね。でそれをまず意識して取り除いていく可能な限りっていうのが、まあ大切になってくるかなと思います。例えばですね、社長自身がお金にルーズであると会社もですね、お金にルーズな会社になってしまいます。で経営者が競争心が強いとですね、会社も競争志向の強い会社になってきます。まあ、これがいい時もあるし悪い時もあるですね。やっぱり競争心が強すぎると、なんと会社の中もね、いざこざが絶えないみたいな会社になってしまうわけですね。あと社長が他人は信頼できないというふうに考えているとですね、管理が厳しい会社になってしまって、社員が疲弊していくという問題が出てきます。で社長がですね、いざこざを避けたいという、まあ、性格であればですね、会社は問題が放置される会社になってしまいます。まあ、こんな感じで、経営者の悪い部分が会社に反映されているというケースがあるんですね。まあ、これは仕組み経営の中では組織の機能不全というですね、カリキュラムがあって、まあ、それでこういうのを分析していくんですけれども、まあ、とにかく会社で起きている問題っていうのは自分の人格が元で起こってるっていうことをね、まず知るというのが大切かなと思います。でそれを取り除くと、でその上でですね、良い影響を与えるとですね、まあ、親が子供に良い影響を与えるように経営者が会社に対して良い影響を与えていくということですね。まあ、これはいつもお見せしている図なんですけれども、で経営者個人のですね、人生の目的は会社にとってのドリームとかビジョンとか、まあ、いわゆる理念ですね、理念になっていくし、経営者の個人的な価値観っていうのは会社のコアバリューとか企業文化につながっていくし、経営者の個人的な人生計画、まあ、これが元にですね、会社の経営計画とか承継の計画っていうのは作られていきます。まあ、ここは切り離して考えることはできないですね。なので先ほどのようなこういう問題を、まあ、取り除くと同時にですね、経営者のその人生の目的とか価値観の計画、これが反映された会社ビジネスを作っていくということが非常に大切になってきます。でここの一貫性が取れれば取れるほど社長自身は、まあ、幸せに働けますし、まあ、そのような会社で働いている社員の方々も幸せに働くことができるし、そのような会社から生み出される商品とかサービスっていうのはいいものになるのでお客様も喜ぶということになってきます。まあ、これが会社に対してですね、経営者が与える良い影響ということになっていきます。というわけでちょっとまとめていきますとですね、まあ、そもそもまず会社は本来必然的に成長するものであるという、まあ、そういう見方にしていきましょうというのが最初の提案になっています。でその上で、じゃあその周りをね、生鮮発展させる方法っていうのを、仕組みにしていくと、細胞分裂にして成長させていくということですね。じゃあこの成長の軌道を維持するために会社の文化を作っていくんですけれども、まあ、そのためにリーダーの人格を反映させた文化を育む仕組みを作るということになってきます。でこういうふうにですね、考えていってですね、具体的な取り組みをしていくことで、まあ、その会社という、まあ、経営者にとってのまあ子供ですよね。まあ、それがまあ親を超えて成長していくと、要するに経営者という個人的な存在を超えて、会社が発展していくというようなモデルができるんじゃないかなと思います。というわけで、今日はですね、まあ、必然的に成長する会社の仕組みということで、まあ、ちょっとね長くなっちゃったんですね。まあ、仕組み系サミットではこれ20分で話したんで、かなり早口で話してですね、だいぶ端折った部分もあったんですけども、まあ、今回は YouTube なんで時間に制限がないので、ちょっとゆっくりお話をさせていただきました。で仕組み経営ではこういったことをね、じゃあ具体的にどうやって仕組み化していくのかと、そのじゃあ人々のためになるものって一体何なのかとかですね、じゃあどの部分を細胞分裂させていくことで成長していくのかとか、じゃあその仕組みどうやって作るのかとかね、まあ、その辺を全部仕組み経営の中で
お伝えしますし、まあ、そういったことをね、お手伝いして、皆さんの会社が成長していくお手伝いをしておりますので、まあ、ぜひご興味あればですね、仕組み化検討会というものをご用意しております。で、この仕組み化検討会の中で、皆さんの会社の今の課題とかですね、まあ、目指す方向性をお伺いしてですね、じゃあこういう仕組みをこういう順序で、作っていきましょうかということをね、まあ、一緒に検討させていただく機会を設けておりますので、ぜひ、ご活用いただければと思います。というわけで、今日は以上となります。